everyone. I'm Lena Yamazaki. ここからは誰かに話したくなる英会話、文教大学あの小一先生と一緒に今日覚えてすぐ誰かに話したくなっちゃう英会話を学んでいきます。あの先生、今日もよろしくお願いします。 Hi everyone. 文教大学のあの小一です。リスナーの皆さん、レナさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。ではリスナーの方から質問が届いています、はい、ラジオネームルルカさんからです。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私はアニメや漫画が好きなのですが、この作品、漫画本、アニメなどは全人類に見てほしいというおすすめの最大級のような気持ちを英語で表すときはどうしたらいいのでしょうか。海外の方とアニメや漫画について語ってみたいなと思っています、ということなんですけど、はい、おすすめの最大級を表すときの英会話、はい、どうすればいいでしょうか。全人類に見てほしいって日本語でもなかなか難しいなと思いながら、うん、はい、まあ、言い換えてみれば絶対絶対見てほしいっていうことですよ ね、まあ、すよね。はい、こういう時に英語で、まあ、よく耳にする表現は何々しなければならないっていう意味の have to を使って見なければならないって、まあ、こんな言い方はよく使うと思います、うん、例えばアニメの映画であれば You have to watch this anime のように言えますし、漫画を絶対読んでっていうのであれば You have to read this manga、まあ、こんな風に伝えればいいと思いますね、うん。で、have to の代わりに must ってありますよね、はい、これを使うこともできるんですけど、そうすると見ること以外に選択肢はないくらいに強い意味を伝えることができると思います。まあでもかなり仲のいい友達なら must でもいいかもしれないけど、絶対本当に見なくちゃダメだよってなるので、まあ have to の方が無難かなっていうふうには思います。なるほど、はい。でここでは今 watch とか read を使いましたけど、はい、今話をしているアニメや漫画を必ずチェックしてねっていう感じであれば、うん、you have to check it out なんて言うとかっこいいと思います。なるほど。この check out っていう表現ぜひ使ってみてもらいたいと思います、はい。それからさらに強調したければ、まずそのアニメが本当に素晴らしいということを最初に一言加えておいて、うん、this anime is amazing you have to check it out、こんな風に言ってもいいかもしれませんね。さらにその感情がね、はい、こう伝わりますよね、はい、見てほしいんだっていうのが、そのイントネーションとかも大切だと思いますね。なるほど、はい、ということでラジオネームルルカさん、いかがでしたでしょうか。メッセージありがとうございました。ここで一曲お送りするのはダフトパンク、デジタルラブ。お送りしたのはダフトパンク、デジタルラブでした。番組では皆さんからあの先生に教えてほしい英会話のシチュエーションやフレーズなどを募集しています。メッセージは番組公式ホームページまで。またメッセージを読まれた方には番組のクオカードをプレゼントしています。ということであの先生、今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 See you next week.